閑散とした関西空港。コロナ前は1日およそ8万人が利用する国際空港として存在感を示していましたが、現在利用者はごくごくわずかです。めっちゃ店閉まっててちょっと寂しいなって思いました。ほんまに廃墟みたいな感じで。主人が今上海に住んでるので、そこにね帰んねんね。今も見たら3便しかなかったんでびっくりしました。そんな関空見たことないです。まさに未曾有の危機ですが、そんな状況にあっても活気に沸く場所があるというので、取材班も同行させてもらいました。ここからが国際貨物地区ですね。特別に許可をもらった人しか入れない地域です。それが関西空港国際貨物エリアです。24時間空港ならではの利点を生かし、終日空輸に向けた作業が行われています。新型コロナの影響で一時期は自動車関連部品などの輸出が減少しました。しかし世界の経済活動が徐々に再開、マスクなどの感染防止グッズや巣ごもり需要で海外のネット通販利用が増加するなど、取扱量はピーク時の9割程度まで持ち直しました。コロナ当初はですね、やはりマスクですとか、防御服、そういうふうなものが非常に多く動いていましたけども、だいぶ経済状況も戻りつつある、経済活動も戻りつつある中で、これまで通り半導体関係の部品ですとか自動車関係の部品、そういうふうなものが多く動き出しています。一方で課題も。貨物輸送の半分を担っているのは実は旅客機のお腹部分ですが、今世界のほぼ全ての旅客便は運休しています。貨物便が今非常に増えています。定期便以外にチャーター便、臨時便、そういうふうなものが増えてまして、通常期の貨物便がそうですね 1.6 倍ぐらい、飛んでいるような状況ですね。需要が伸びても賄いきれない状況なのです。その余波が思わぬところに。毎年11月の第3木曜日に解禁されるボージョレ・ヌーボーです。こちらにずらりと並んでいますのが秋の風物詩ボージョレ・ヌーボーです。例年ならば飛行機で輸入されてくるといいますが、今年は陸路を使って輸入してきたということです。長年ワインなどの輸入販売を手掛ける徳岡、陸路は初めての試みだったといいます。今貨物便しかほとんどない状態、この貨物便が取り合いになってる、だから値段が上がるという、大体3割ぐらい上がってます。陸路にしたことで価格を3分の1程度に抑えられたといいますが、9500キロ先の日本を目指しフランスを出たボージョレ・ヌーボーは、東ヨーロッパのベラルーシでおよそ1週間、さらにカザフスタンでもおよそ1週間税関手続きのため足止めされました。最後は中国でも3日間留め置かれ、日本に届いたのは予定より15日遅れ、ボージョレ・ヌーボー解禁のわずか2日前でした。もう本当にこんなストレスを近年、感じたことがなかったです。もうやっと本当にホッとしてます。ちなみに徳岡会長、解禁日にはしっかりその味を堪能していました。今年のボジョレは全然違うね。高まる貨物需要に攻めの姿勢を見せる企業も。先月ドイツの航空会社ルフトハンザカーゴは、関空で運航する貨物機6機すべてをより大型の最新機ボーイング 777F に更新すると発表しました。Those freighters will be upgraded at the same time from MD-11 to the modern B-777F, and with a payload of 25%, they will be also able to operate directly to Europe without a stop in Siberia. そこにルフトハンザカーゴが導入したばかりの新型機が到着しました。
この日、日本メディアとして初めて機内の取材が許可されました。ここから中に入る形です。結構狭いんです。そうなんです。一歩中に入ると真っ白で広大な空間が。ご覧いただくと、ちょうど真ん中の部分が一番高くなってるんですけども、ここで一番高いところで3メートル5センチぐらい。従来の機体より20トン多い100トンを積めるようになったといい、無駄なスペースを出さないよう荷物は機体に形状に沿った形に固定されています。さらに以前の飛行機ですと床面の3分の1程度しかなかったんですが、今回はもう全面についております。これが導入されたことによって、ご覧いただいて分かるように少ない人数で省力化が図れたという形になります。機内は温度管理も徹底されているため、動物の輸送も可能だといいます。およそ45分、あっという間に積み込みが完了しました。年末商戦に向けてですね、企業が輸出入というのが非常に多くなる時期ですので、この時期というのは1年の中でも貨物の量が多くなります。経済を止めないという意味で我々が果たす役割というのは大きいと思いますので、こういったものを今後とも続けていきたいと思います。旅客便再開のめどが立たない中、嫌が応にも貨物への期待が高まる関空。さらなる伸びしろとして注目されるのが、ここがキッズメディカといいまして、医薬品専用の低温庫になります。そう、ワクチンなどの医薬品輸送です。関空は医薬品専用低温庫を備えています。今世界で開発中の新型コロナウイルスのワクチンが承認されれば、政府は全国民分を確保する方針で、そうなれば大量のワクチンを輸入して関空で受け入れる可能性が高いといいます。ワクチンに関しましてはどういうふうなものが、生産されますか、それからどういうふうな温度帯で生産、輸送されるかとかいうのがあまり決まってはいないんですが、関西空港でも、そういうふうなものが輸入されることになれば、ここで扱えるんじゃないかなというふうに思っています。関西が元気になって、航空貨物が動いていけば、日本の経済も世界の経済も持ってくるかなと。インバウンドの玄関口だった関空、コロナ禍でこれまで気づかなかった別の顔が見えてきました。